はい、えー、リーダーの工藤太樹です。えー、20、あ、待ってください、これ十七かな、もう、27ですね、きっと。ね、はい、きっと27です。えー、趣味は、えー、アニメ、えー、それからアイドルです。 はい、えー、同じく二十七歳のパフォーマー岩岡徹です、えー。サッカーが大好きです。ワールドカップ最高。はい、えー、ボーカルやってます大沼由大です。二十五歳です、えー。ムードメイク担当です。はい、ボーカルの花村隼太です。えー、納豆とジャパニーズ納豆とジャパニーズ、えー、コーラが大好きです。<laughs> 大好きです。

で,ね、でしょうね、うん、はいはい、うん、でしょうねって、ジャンル的にはあの、まあ、いろんなジャンルを本当にやっているので、まあ、なんか EDM とか R&B とか、うん R、とかそういうジャンル分けはできない、逆にしないようにしていて、まあ、あの本当にいい意味で j p o p っていうのをこう表現していけたらいいなとそうです、ね、メロディーラインとかも j p o p のいいところを結構取り入れたりとかしているので。 デビューをした2014、how did you、how long did you train as a group before y o レッスンを多分一番やっていたのはやっぱり活動する前ですね、その一番最初にライブする前に、その一番最初のライブに向けてそのスキルをアップしないといけないだとかやらないといけないだとか振りを初めてグループとして覚えないといけないだとか、うん、その一番最初の ライブの前が一番やっていてその後はでもまたちょっとはレッスンの仕方が変わってきたりだとかそのグループに必要というよりは個人どうやって上げていくかのレッスンを今はやってますね、うん、あとはグループを結成する前から、まあ、僕たちは各々でそのでトレーニングしていたグループなのであのグループを結成してこうトレーニングというかはみんなそれぞれやってきてそれが合わさってダイスになったというイメージなので。 ちょっとそこら辺がね。あの普通のグループと違うところかもしれません。初めて自分たちが所属している事務所の年に1回の祭典 A イネーションというあのフェスに出させていただいた時が僕は一番嬉しかったです。そしたら、僕はそのあのメジャーデビューを発表した時がファンの皆さんと。 あの自分たちのワンマンライブの時に発表したんですけど、その時にそのメジャーデビューっていうのを一緒にファンの方と共有できて喜び会えたっていうのが一番印象的ですね。うん、I agree with you. <laughs> you agree? Yeah. Thank you. そうですね。僕はあのー、先輩にもあたるそのトリプル A っていうグループがいるんですけど、トリプル A さんのあのー。 ライブにこうオープニングアクトという形で出させていただいたときにあの初めて本当に横浜アリーナとか、ね、そういう大きいところに立たせてもらったのでそれがハイライラトですね僕も徹君と同じでそのファーストシングル出させてもらった時のそのデビューメジャーデビュー日にお客さんの前でライブしたときにそのチャートを聞いたときに。 一緒にお客さんと僕らでその喜べた時が一番ででかかったですね僕は違いました徹子とは <laughs> はい、えー、僕はそうですねあの初めてワンマンライブをやった日ですね、えっと普段は結構他のアーティストさんと一緒に出たりそういうイベントに出たりしてたんですけど初めて自分たちだけのライブでお客さんが集まってくれた時は本当に嬉しかったです ダイスはサイコロとダイスとダンスの造語なんですけどあのー、ダイスってサイコロって6面体あるじゃないですか6面あるじゃないですかその6面6面あるんですけどその僕たちメンバー5人なので残りの1面はあのー、応援してくださる皆さんがいて初めて僕たちダイスが成り立つんだよっていう意味を込めてダイスっていう形になってます。